皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Amazon 新生活セール第2弾ということで、セール品になっているスマートウォッチをご紹介したいと思います。結構お安くなっているのがありましたので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。購入する前にですね、結構スマートウォッチって高価ですのでね、簡単に1万円以上いってしまう場合もありますから、ぜひこのキャンペーンにエントリーするをポチッとしておいていただければと思います。詳細についてはこちらの方からご覧ください。またこの動画を見るタイミングによりましては、価格も在庫状況も変化すると思いますので、そのあたりもあらかじめご了承ください。それでは早速本日も行ってみましょう。ではまず最初の一つ目の商品になりますけども、ファーウェイウォッチ GT ランナーというスマートウォッチになります。参考価格が 34,980 円のところ、なんと今 36% オフになりまして、22,300 円となっています。これはめちゃめちゃ安いですね。この商品1年ほど前に発売が開始されているんですけども、かなり名機かなと思っています。1年経っているにもかかわらず、欲しいと思わせるようなスペックや質感など、トータルで満足度高かったなと思います。お届けまで 2,3 日以内っていう風に伸びてしまっていますので、ぜひね、在庫があるうちに狙っていた方は、急いで購入の方をされてください。またこちらの商品のレビューに関しましては、以前出している動画の方で良かった点やちょっと気になった点ですね、レビュー動画出していますので、ぜひ気になっている方はご覧いただければと思います。では次はですね、スイカ対応のフィットビットバーサ4というスマートウォッチになります。フィットビットと言いますとね、もうすでに Google の傘下に収められている企業になりますけど、こちらの商品はまだ出てからですね、そんなに経っていないんですけど、なんと値段が参考価格 27,800 円のところ 22% オフで、特選タイムセール 21,800 円まで下がってきました。結構安くなってますね。ちなみになんですが、過去価格からするとこの推移を見ていますとね、一番安くなってるんじゃないかなと思います。ブラックフライデーセールの時には22,673 円になっていますが、今回それを上回る値引き幅で21,800 円となっていますので、いよいよですね、買いのタイミングにはなっていると思います。こちらのモデルは GPS も内蔵され、なんとスイカにも対応しています。ですので Apple Watch とどっちをね買おうかなとか迷っている方にとってもね、この値段で購入することができますので、結構ありなんじゃないかなと思います。カラーリングに関しましてはね、このブラックまたピンクサンド、そしてウォーターフォールブルーという風に3色展開で今販売されていますので、ぜひこのね安くなった状況で購入されるのはいかがでしょうか。結構おすすめですね。スペックに関しましては以前解説動画の方を出していますので、気になった方はぜひご覧いただければと思います。では次の商品になります。アマズフィットの GTR4 というスマートウォッチになります。これはもう名機と言われている感じになりますね。販売開始されてからまだ半年も経っていないんですけども、もうこれはですね、以前レビューしていますが、めちゃめちゃサクサク動作で、本当にね、もう言うことなしという感じでした。価格はですね、参考価格が 33,000 円なんですけども、10% オフということで、ちょっと渋いんですけども、29,700 円。しかもですね、今割引クーポンが出ていますので、28,050 円まで値下がっています。スペックに関しましてはね、以前出している動画の方でご覧いただければと思います。スイカとかそういう決済機能はついていませんが、ほぼ全部入りになっていますので、買って大満足じゃないかなと思います。はい、続けての商品も、アマゾフィット製品ですね。アマゾフィット GTS4 mini というスマートウォッチになります。お値段の方が通常 16,800 円のところ、今 20% オフですね。独占タイムセールで 13,440 円になります。これはですね、もうしばらくずっと使っているんですけど、本当にこれは大満足でした。コスパ最強ですね。先ほどのモデルはやっぱり2万円台後半のお値段になりますが、その半額程度のお値段で購入することができます。できることはほぼ全部入りっていう感じにはなりますけど、むしろついていない機能としましては、着信通知があった時にその Bluetooth 通話ですね、マイクとスピーカーを使ってウォッチで時計で話すってことはできません。また Suica とかね、そういった決済機能はついていませんので、お財布スマートウォッチとして使うこともできません。ただそういった部分で必要ないのであれば、ほぼねそれ以外に関しては全部入りという感じにはなっていますので、 Amazon ヒットを購入するのであれば、まずこちらからスタートするっていう手もあると思います。それで満足したならば、先ほどの上のモデルへ移行するという風な流れもいいんじゃないかなと思います。いろんなスマートウォッチをレビューしてきましたけど、個人的にはもうこれで結構満足して使っていますので、日常生活する上ではほぼ不満ないかなという感じですね。初めてスマートウォッチを購入するならば、 Amazon ヒット GTS4 mini はかなりおすすめです。レビュー動画もね、たくさん出していますので、ぜひご覧いただければと思います。では次の商品になります。こちらもね、やはり Amazon Fit 商品になりますが、Amazon Fit Band 7というスマートウォッチ、正式に言いますとスマートバンド
とも言えます。お値段の方が参考価格7980円なんですが、現在 13% オフで6980円まで下がっています。クーポンの方は発行されていませんので、もうこの価格にはなりますね。これもですね、使いましたけど、スマートバンドの中ではもうトップクラスになっています。ほとんどね不満ないかなっていう感じですね。 GPS や決済機能ついていません。また通話機能もついていません。しかしながらヘルスケア関連ですね、こういった健康モニタリングになりますが、ストレスや心拍数、睡眠、また血中酸素のモニタリングなど、そのあたりはもう全部自動でやってくれますので、アプリの方で設定しておけばもう随時計測してくれるということになります。またバッテリーの持ちっていうのも非常に良くてですね、通常15日と言われているんですけども、だいたいそれぐらい持つかなという感じになります。かなりヘビーな使い方をするならばもっとね減ってしまうかもしれませんが、通常使用であればやっぱり2週間ぐらい持つのかなという感じです。でしかもですね、ZEP というアプリを使うんですけども、この連携が先ほどの Amazon Fit 製品全般的に言えますが、 Google Fit と連携することもできます。しかしながら Android のみと書いてありますので、 iPhone ユーザーの方は Apple のヘルスケアと連携する形になります。気になっていた方は今ね買いんじゃないかなと思います。次にご紹介しますのは Xiaomi のスマートバンド7プロになります。この日本語版となっていますね。結構安くなってますね。加工価格は 14,800 円なんですが、今 15% オフで 12,580 円まで下がってきました。こちらのモデルの中国版だったんですけどもね、以前レビューの方しているんですけども、内容に関しましてはそちらの動画の方を参考にしていただければと思います。ただ今ですね、在庫の方が残り4点、この動画撮影時では4点になっていますので、もしかしたらねちょっと売り切れてしまうかもしれません。こちらはですね、 Xiaomi の好きな方にとってはすごくいいかなと思います。 Xiaomi スマートバンド7っていうね細いタイプのものがありますけど、それよりもこの今のトレンドの長方形の大きいディスプレイを搭載していますので、視認性っていうのはめちゃめちゃ高いですし、ましてや画面をですね明るさ調整っていうのを自動でやってくれますので、屋外でもはっきりとディスプレイを視認することもできます。また GPS も内蔵されていますので、歩いたルートだったり走ったりとかね、地図上にそのコースをマッピングしてほしいっていうユーザーの方はこのモデルはありなんじゃないかなと思います。そしてヘルスケア関連もやはりですね、心拍数や血中酸素、また睡眠モニタリングもしっかりね取ってくれますので、そのあたりのデータもしっかり取得してくれますのでね、スマートウォッチとしての機能は充実してると思います。次の商品になります。先ほどのモデルのプロが取れた無印版になりますね。 Xiaomi スマートバンド7のスマートバンドになります。こちらもディスプレイは有機 EL ディスプレイになっていますね。 AMOLED になります。価格がですね、通常6989円なんですけども、今回タイムセールで 15% オフ5942円と結構安いですね。で、先ほどのモデルに対しまして大きな違いは GPS はついていません。またディスプレイのねこういったデザイン全然違いますので、より軽快に軽量につけたいっていうことであれば、この Xiaomi スマートバンド7の方がいいかもしれません。また初めてこういったスマートバンドを持つ方にとっては、先ほどの Amazon Fit バンド7もそうなんですが、 Xiaomi スマートバンド7も結構ありなんじゃないかなと思います。ヘルスケア関連は、ほとんどね24時間モニタリングに対応していますし、バッテリーの方も14日間のバッテリー持ちということでね、使い方にはよりますが結構長寿命になっていますので、多分ね買って申し分ないかなと思います。ただ画面がどうしても縦長っていうところでね、好みっていうのは多少あると思いますので、こういったデザインが好きだっていう方にとってはね、今結構買いなんじゃないかなと思います。はい、そして最後の商品になります。これは強烈な価格ですね。先ほどの1個前のものは Xiaomi スマートバンド7ですね。こちらのモデルは同じ Xiaomi なんですけども、サブブランドになっていますね。価格の方はもともと安いです。4990円というね、本当に最廉価版の Xiaomi のスマートバンドなんですが、なんと 20% オフで3992円と強烈な価格を出してきています。で、先ほどの Xiaomi スマートバンド7に対しまして、よりね簡易的な機能になっています。先ほどの Xiaomi スマートバンド7と大きな違いとしましては、血中酸素のモニタリングに関しては手動になってしまいます。ただ他の機能に関してはですね、通常運動する上ではしっかりねワークアウトのモードもついていますし、先ほどの縦型のタイプよりもトレンドのこういったね長方形のタイプになっていますので、見やすさっていうのはあるかもしれません。またディスプレイは先ほどのものは AMOLED 有機 EL パネルになりますけど、こちらは液晶ディスプレイになります。まあそういった面で視認性の違いというのは多少あると思います。そして AOD 常時点灯モードも使うことはできません。初めての方にとってとにかく安い方がいいよってことであったらね、このモデルはありなんじゃないかなと思います。またレビュー動画ね出していますので、合わせてご覧いただければと思います。
はい、というわけで今回 Amazon 新生活セールで購入することができるセール品となったスマートウォッチやスマートバンドをご紹介しました。結構強烈なねお値段で購入することができます。まあなんといってもちょっと個人的にはこの Huawei Watch GT ランナーがめちゃくちゃ安くなっているというのが本当に嬉しかったです。というわけで本日は以上となります。この動画良かったよって方は高評価、こういったね Amazon のタイムセール情報を出していますので、この機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。